3位、2位、1位の発表をさせていただきます。拍手、鳴りやまない拍手。横浜から来てくれました。横浜からわざわざ1時間かけて、わざわざ来て1時間かけて川崎から。おめでとう。じゃあ1時間かけて、わざ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 よっけー。1位の CFG 横浜さんです。拍手、ありがとう。ありがとう。続きまして、各チーム、優秀選手賞があります、名前を呼ばれた選手はここに、こっちからね、並んでってください。南ヶ丘 SC 服部純正、拍手。富士見台 FC 梅津葵、ウナプリマベラ A チーム宮内優希、ウナプリマベラ B チーム篠彩人、名前が間違ってたらごめんね。 FC カラーズ田口大吾、小木の SC 日比野颯太、上南 SC 平本来希、CFG 横浜、くるみ沢はる、くるみ沢はる、はい、プログレスト、渡辺圭司、アンセム SC、野口浩介、はい、じゃあみんなもう一歩前にみんなの方に寄ってくれる？
こっち向いて。おめでとうございます。みんな拍手頑張って。今日はロトークトレーニング頑張って。はい、おめでとう。両手でいいって。僕も審判頑張ったんで。うすきはごめん、言われない。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ちょ、僕は。おめでとうございます。はい、みんな向こう向いて。審判なんて。チームの優秀選手です。もう一度拍手。はい、戻りましょう。優秀ゴールキーパー賞、南ヶ丘 SC 黒森晴人くん、アンセムサッカークラブ望月エイトくん、優雅とはあんまやってないもんね。エイト、あれ今日の優れたキーパーに拍手。はい、戻りましょう。はい、戻りましょう。はい、戻りましょう。続きまして、酸素カプセル賞、アンセムサッカークラブ井上リオ、リオちゃん、はい、女の子ね、女の子の中で一人一生懸命頑張ってくれたので、豊田さんからじゃなくていいですか。おー、いいの。おめでとうございます。女の子他にいないよね。あの子にいるじゃん。あそこにいるじゃん。いや、こっち目だったな。こっち心配して。続きまして、ちょっとね、これコーチの独断と偏見で、偏見はない、選ばさせてもらいました、株式会社アステム賞、田原康生くん。康生くん、すごくね、テクニックがあったから、なんか明日大事な大会を控えて、あ、トマスカップ、トマスカップ頑張ってください。拍手。おめでとうございます。はい、もう一つ、はい、これちょっと名前がわからないので番号で呼びます、ね。最優秀選手賞、CFG 横浜42番、ケンちゃん、こっち、ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃん2人出てこれるか。ケンちゃんは2人いないよね。はい、なんで、あ、俺がケンちゃんにだけ、ちょっと、おぉー、おーくらー、なるちゃん、ね、ケンちゃん、ごめんね、ちょっと雨濡れちゃうから入れるね。おめでとうございます。はい、またさらなる、え、俺ケンちゃん、はい、俺ケンちゃん、何々ケンちゃんだよ。今日の最優秀選手です。一番、決勝でもね、最後6点目振り向きざまのね、スーパーシュート、素晴らしかったです。拍手。俺が出てるのは俺だったのに。みんなってサッカークラブだよね。うん、うちもそうなんだけど、全国大会につながるのがさ、バーモントカップって大きな大会が6年生にあるんだけど、ぜひね、もしチームの、なんて、チームのいろんな都合もあると思うけども、よかったらね、バーモントカップに出場してもらって、神奈川と、今日は東京と静岡から来てるんで、各県でね、代表になって、バーモントカップ全国大会であればなと思ってますんで、我々も一生懸命頑張りたいと思いますんで、特に1位と2位のチームはもうボールがあるから、それで練習するしかないよね。明日からフットサルの練習ね、頑張ってください。 OK な、はい、で、今日の大会名知ってる？スマサル、なんか知りません。見てない、あそこに書いてあったの。フットサル、
一人一人の翼を広げて仲間と楽しもうフットサル大会アンセム 2018in 厚木IFC。 この名前をね考えてくれたあの実行委員が実は選手に紛れております。え、山口翼くん、はい、翼がこれに選ばれてるんです。はい、翼くんがあのこのフットサル大会のあの名前を考えてくれて、みんなでね一人一人で翼を広げて楽しもうぜ。楽しんだ？翼広げた？怪しい、怪しい。翼だけに翼気にした。翼だけに翼を広げよう。ね、一生懸命考えてくれて、コーチたちも大会の名前をね考えるのすごい大変なんだけど、毎回彼に今日は助けてもらって彼の名前で我々は動きましたね。なのでちょっと今日は景品持ってきました。今年何があったか知ってる？ワールドカップ。どこで？ロシア。お、みんなロシアのワールドカップ、これ知ってる？ザビとは？それスケート選手。ザビワカだっけかな。ネットで調べろ。おめでとうございます。拍手、ありがとうね。うん、ありがとう。はい、じゃあ向こう向いて。あ、ちょっと待て待て待て、君には最後の役目があるんです、ね、とか言いながら、あ、俺こっち何もやってないよでしょ。大事な役目があります。みんなに最後の解散の挨拶をしてもらいたいと思います。気をつけで、ありがとうございました。はい、じゃあみんな立って、はい、翼が難しいこと言って、頑張れ翼、頑張れ、オッケー。気をつけで、ありがとうございました。じゃあ、指導者の方々、保護者の皆さん、雨の中大変申し訳ありませんでした。一応この挨拶をもって解散にしたいと思います。で、この後に田口正弘トレーナーのトレーニングがあります。で、出席の、登録をされている方は私またあそこにいますので、別途来て受付をしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ翼くんよろしく。気をつけれ、ありがとうございました。ありがとうございました。元気がない。もう一回。100人近くいるの。雨降ったら早くしろよ。気をつけれ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。気をつけてね、忘れ物しないように。ありがとうございました。こっち、これってどこ？大会です。